こんな一匹野球道始まるよそれじゃあスタートおはようございます今日取り上げるのはシーズン最高の投手に与えられるサイヤング賞の由来となった投手デントントゥルーヤングです投げた速球がサイクロンのようにうなりをあげて木製のバックネットを破壊したことからそのニックネームが付けられたサイヤング武器は長身から放たれる速球のほか鋭く変化するドロップを駆使し 通算511勝を挙げましたアメリカンリーグ最初の完全試合を達成連続45イニング無失点という記録も作っています40歳を超えてなお2年連続21勝防御率1点台を記録するなど衰えを知ることはありませんでした45歳で引退した後は自分の農場を営んだりしながら過ごしていましたが1955年に動脈閉塞症のため 88歳でこの世を去りました。現役時代は大きな怪我がほとんどない選手で、肩や肘に痛みを感じたことは一度もなかったと言います。体が丈夫で怪我にも強いということも、大投手の一つの要素かもしれませんね。その栄誉を称えて、シーズン最高の投手に与えられるザイアング賞が制定され、ナショナルリーグとアメリカンリーグから その年に最も活躍した投手一人ずつが選出されます。初代サイヤング賞は、ロジャースのドン・ニューカムが輝き、その後の受賞者にも、ロジャー・クレメンス、ランディ・ジョンソン、トム・グラビン、グレッグ・マダックス、ペドロ・マルチネス、バリー・ジト、エリック・ガニエと、そうそうたるメジャーリーグの超一流の投手が顔を揃えます。そして今年はなんと、歴史的回答を続ける、 カブスのダルビッシュ投手がサイ・ヤング賞の有力候補に上がっています。ただ、一つ面白いデータがあります。うなりを上げていた速球を投げ込んでいたサイ・ヤングですが、当時はピッチャーとキャッチャーまでの距離、バッテリー間が現在の18.44メートルではなく15.24メートルだったため、計算上の球速は120キロから130キロ程度だったのではないかと言われています。 とはいえ、その至近距離から120キロ。体感速度は相当速かったことでしょう。通算511勝316敗。メジャー史上最も多く投げ、最も多く勝った不滅の大記録を数々持つサイヤング。いかがでしたでしょうか。いやー、野球って本当に面白いですね。I love b a ベースボール。ご視聴ありがとうございました。これからも頑張って更新していきますので、 チャンネル登録よろしくお願いしますね。それではまたお会いしましょう。